はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、ジャズのね、初心者ですね。まだジャズをね、始めてね、間もない頃ですね。皆さんね、アドリブの練習とかすると思うんですよね。で、今日はですね、簡単にね、初心者からですね、一歩抜け出してね、よりジャズを豊かにしていく方法の一つをね、簡単にね、説明していきたいと思います。ジャズを上達するにあたってですね、おそらくやることがね、100万個以上あると思うんですよね。皆さんもうご存知だと思うんですけどね。今日はね、そのうちでね、1個だけ、今日はね、覚えていっていただければいいかなと思います。はい、じゃあね、早速ね、この写真を見てみましょう。はい。ね、ブルースインシーって書いてありますね。普通のシーのね、ブルースですね。ジャズの初心者ね、多くはブルースからね、始める人が多いと思うんですけれども、いいと思います。ブルースね、とっても簡単だしね、弾きやすいしね。で、今日はこれの初めの4小節だけ、もう4小節だけを見てね、勉強をしましょう。はい、じゃあ次の写真を、見てください。はい。これね、初めの4小節でね、ちょっとね、アドリブというか、ソロのね、ラインを書いてみたんですけれども、これをね、まず早速ね、僕が弾いてみるので、ちょっと聞いてみてください。はい、じゃあ早速弾きますね。はい、という感じだったんですけれどもね。はい、そしたらね、早速ね、これをね、今日は初心者から一歩抜け出してやるには、こんな風な考え方があるよっていうのをね、勉強していきたいと思うので、はい、次の写真を見てみましょう。はい。はい、ね、これね、初心者の方だったらね、おそらくメジャースケールとかね、もしくはね、ブルーススケールとかね、もしくはコードトーンとかね、こういうのをね、いろいろ勉強してるとは思うんですよね。で、今回ね、この赤丸で囲んであるのと青丸で囲んでるのをね、ちょっとね、見てみたいと思うんですけれども、一番初めね、C メイジャーって書いてありますけど、C メジャースケールですね。これ、ドレミファソラシレって書いてありますけれども、まあ、誰がどう見てもね、C のメジャースケールね。誰が聞いてもそうですね。で、次なんですけれども、青丸でね、コードって書いてありますね。なんじゃこりゃと。ちょっとね、複雑ですね。じゃあね、最後のね、赤丸、C ブルーススケールですね。最後はね、1音を除いてはね、全部 C ブルーススケールですね。なのでね、赤丸の部分はね、皆さん理解できると思うんですけれども、青丸ね、ちょっと理解できなくても、今は置いといてですね。まあ、とりあえず、今日言いたいことはこれなんですよね。まず言いたいことから先に言っちゃいますけれども、ジャズのアドリブの、方法の一つとしてですね、スケールとコードっぽい演奏っていうのを、こう、交互に出していくっていう方法があるんですね。これが今日一番言いたい最重要のね、ポイントなので、まずはね、ここを押さえておきましょう。でね、おそらく初心者の時ってですね、例えば、じゃあ C のブルーススケールとかね、まあ、もしくは A のブルーススケールとかで、この C のね、ブルース、この曲を弾いていくと思うんですよ。ところが、一回その、じゃあ、例えば C ブルースで弾こうと思ったら、ずっとね、C ブルースで続くことが多いと思うんですよね。もしくは C メジャースケールで弾こうと思ったら C メジャースケールがずっと続くみたいなね。そんな感じがね、初心者の方は非常に多いと思うんですよ。それね、間違いじゃないです。全然間違いじゃなくて、大正解なんですよ。もう立派なそのジャズのやり方の一つなんですけれども、それよりも一歩こう抜けてですね、少しアドリブとかね、豊かにしていくにはですね、いろいろな考え方、いろいろな概念をこう混ぜていく必要があると。いうことなんですね。それの一つがスケールとコードを交互にこう出していって演奏するというのがあります。じ
じゃあ次にね、細かくね、ちょっとね、見ていきましょう。はい。じゃあね、初心者プラスアルファ。うん。5度かルートを狙うって書いてありますけれどね。はい。でね、この丸で囲んであるね、音がターゲットノートと言われてですね。これを演奏しているときに狙って、実は演奏をするわけなんですけれども。まあ、この時にね、こう、パッと見てみると、まあ、このね、F ドミナント7のところが5度。うん。それから、その次のね、C ドミナント7のところも5度。うん。そして最後の小節がルートですね。一番下の音。ね。というふうにですね、5度かルートをターゲットノートに持ってくるといいことがいっぱいありますよっていうね。まあ、ちょっとレベルは高いかもしれないんですけれども、こういう話があります。つまり、このアドリブを取っているときって、ある程度、この音とこの音とこの音をターゲットに持ってこようというターゲットを作っておくということなんですね。うん。で、おそらくね、皆さんね、よく、ジャズの理論書開くとね、重要なのは3度だ、そして7度だって書いてあることが非常に多いと思うんですよ。うん。それもね、間違いじゃないんですけれどもね、3度とか7度っていうのはですね、実は弾くのがそんなに簡単ではないんですね。うん、これね、ちょっと複雑でね、ちょっと理解されづらい話かもしれないんですけれども、3度と7度ってね、実はそんなに演奏するのが簡単な部類ではないと思うんですよね。うん。なので、初心者からまずね、抜けた時に狙うのがいいのは、まあ、5度とかルートの音ですということを、まず頭に入れておきましょう。はい。それでね、それに関連した次の写真を見てみましょう。はい。じゃあ、先ほどのね、ターゲット、ノートですね。赤で囲んであるのをですね、青の矢印がこう、うん。これは何かというとですね、その、ターゲットノートの半音上と半音下から、ハサミ打ちしてるということですね。じゃあ、始めを弾いてみると。うん。で、その次が、うん。というふうにですね、その、半音ね、上下からティールル、ティールルみたいに挟み込んでいるということですね。うん。これね、難しいね、理論ではなくて、どんな状態でも、使えるのでね、初心者から一歩抜けるときにはですね、こういうふうな考えでもいいです。例えばね、よく巷で言われてるね、やれ、オルタードスケールだ、やれ、何々スケールだって言って考えるよりも、こういうね、ターゲットノートっていうのを決めてね、その単音で狙っていく。うん。これだけでもね、立派なね、演奏になるので、初心者からね、一本抜けるときには、こういう考え方もありますよ、ということです。はい、じゃあね、次の、写真見てみましょう。うん。そしたら最後のね、ターゲットノートでしたね。この C の音ね。うん。でもこれはね、よく見ると、半音ではないんですよね。うん。ね。ドーシのフラットドーっていう感じでね。この先ほど説明したブルーススケールのスケール通りでこう狙っているというのも OK なのでね。なんだろうな。この半音考えるのはね、結構大変だと思うので、こういったやり方もありですよということですと。はい。でね、僕、ジャズを生徒さんに教えてるときに、かなり多い質問がこれなんですよ。じゃあちょっとね、写真見てみましょう。はい。はい。ね、一小節目ね、B の音にね、赤丸が、ついてて、コードトーンが B フラットなのに B 弾いていいの？うん、コードトーンと違うじゃん。そこ B フラットのはずじゃん。っていう質問がね、非常に多いんですよ。こういったね、そのコードトーンと、その実際弾いてるのがずれてるからそれダメでしょ。っていうね、質問がすごく多いんですね。うん。言ってることはわかります。非常にわかるんですけれども。まあ実はね、ジャズって、なんて言うんだろうな。コードトーンが絶対ではないんですよ。コードトーンが、を弾かなければいけないっていうわけじゃないんですね。もう全く違うんですよ。一個も弾かなくてもいいんですね、実はね。うん。なんですけど、まあ皆さんコードっていうのがあるからコードを見てね、ああ、やばい、B フラットだから B フラット弾かなきゃよいしょ、みたいにね、こうなることが多いと。
なんですけれどもね、まあこの場合で言うとね、この一小節目はね、先ほど説明した通り C のメジャースケールで狙ってるということですよね。なので、全然音がね、B の音で、B フラットじゃなくてもいいよという。これね、結構ね、理解するのにね、相当時間はかかると思うんですけれども、そのコードトーンっていうのはそこまで守る必要もないよと。弾き方によってはですね、もう全然違う音弾いちゃってもいいし、半音で当たってもいいし、何しても構わないよっていうことなので、あまりこの段階でね、その初心者から抜けるときに、理論づくめでね、こうこうこうだからこうだというよりもですね、大きな枠、例えば、スケール、コード、スケールみたいな感じでですね、考えていくのも一つの方法かなと思いますと。はい、じゃあね、初めの写真に戻ってね、真ん中のね、この青い丸ね、このコードって書いてあるところ、これ何がコードなの?ということなんですけれども、これね、これも理解するのがね、結構難しいんですけれども、例えばね、じゃあ F の7、F ドミナント7って言ったら、コードトーンっていうのは F、A、C、E フラットじゃないの。でも全然違う音ばっかりじゃん。っていう風にね、おそらく思うと思うんですけれども、実はこれも、その人の頭の中にあるですね、その、こことこことここをこう狙ってるから、コードっぽく弾いているみたいな概念なんですね。で、僕の場合はね、このね、真ん中に入っている C、A、C っていうこの3つの音ね、が、F ドミナント7のコードトーンなのでね、それを頭に描きながらこう演奏したわけなんですよね。うん。なので他の飾りみたいな音がね、いっぱい入ってますけれども、あくまでもこの小説はコードを弾こうというね、概念のもとで演奏したということなんですね。まあ、なのでね、このご自分でアドリブを作るときにはですね、僕のおすすめは、まず大枠を決める、大きな枠、スケールで弾くのか、コードっぽく弾くのか、みたいなのをですね、こう、分けて考えていくというやり方でやると、まあ、非常にですね、例えばブルーススケールだけで演奏するっていうのよりも、一歩抜けてね、演奏ができると思います。うん。それでね、日々ね、僕も私もね、一生懸命ジャズ練習してますっていう人はね、いいねボタンとチャンネル登録をね、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はね、初心者ね、から一歩抜け出すにはどうしたらいいかのね、おそらく100万個以上あるやることのうちの一つの説明でした。うん。じゃあまたね、次の動画で会いましょう。バイバイ。